ビぐらい撮れてるんじゃないですか。そうか見てるんですか。さあ始まりました。みのりんの感謝で無茶ぶりということで、本日は、ラストデーの、後半ですね、はい、となっております。最後の無茶ぶり何が来ますかね。ちょっと怖いんですけど、早速じゃあサイコロの方を振っていきたいと思います。お願いします。お、フリー6出さなくていいんですか。6出さなくてもフリー実践 OK。なんかそうですか、拍子抜けです。いや、いいですということで最後はなんとフリー実践です。ただフリー実践でね、これプラスにならないと無茶ぶりのせいにできなくなるんですよね。私すんごい攻めた立ち回りはしなくていいと思う。なので、まあ、慎重に騎士を選びながら戦っていきたいと思います。それでは実戦行ってまいります。どうしましょうか。ほぼまあプラマイゼロみたいなもんからの、何でもいいと言われると逆になんだ、慣れちゃったのかな、無茶ぶりに。なんでもいいか。あーでも寝台は埋まってますね、化け。残念。どうしよう。でもやっぱあんまり投資いかないのがいいんですよね。あれ天候風部天井が700、前日からの末だったらもっといいんですけど、さすがにリセットかな。どうだろう、でもバラエティだからな、わかんないよね。でも初回の1日目の収録で天下風部にもお世話になったんでありかな。ちょっと天下風部っていいですか。低投資で済みます。いやどうしよう、これで怪我したらマジ泣く。はい、ということで天下風部4です。343ゲームはまっております。一応仮天井も、まあ、30% ぐらいの期待度の仮天井が436かなにあるので、まあ、そこ見たらそのまま、まあ、天井ということになりそうですけど、その前に当てます。よし、おお、3部賞いきました。ラッキー。350ゲームですけど今、ここで全部の役がレア役対応になるんで、お、いいよいいよ、とりあえず、ケツベル全然共通ベルでも当たるしね。三部賞ステージは熱い。発展でーす。残念だけどまだ続いてるから、マジでチェリーでいい。マジで、おう、もう一度キャッツベル決めてください。おう、キジンダギャー、お、合戦じゃん。割と強めか。シュー、お、なんか来た。お、これは巻物では。お、見ておる。
まだ375ゲームまでですもんね、3部小ステージ。中だけどずっと、おもうここで当たるかな、まあ、もしかしたら共通ベルで当たってなくても立ち返ってる可能性があります。やった、投資1000円です。よし、374ゲーム、373ですね、こっちは。あ、よかった、3部小ステージ行ってくれてマジでよかった。よし、ボーナスマジでビッグがいい。あー、マジかー、バーカー、あ、消えた、よかった、下パネル消えました。これが揃わずで、ピックに昇格です。白だろうな、うん、でしょう。白の点火ボーナスですが、頑張って覚醒に入れます。秀吉が一番好きなんだけどな、あんまり覚醒いってくれるイメージないけど、でも多分一番やってるからなだけで、悪いイメージは忘れよう。一応チャンス、もちろん、よし、全然評価が上がらないです。うわー、マジか、すごい緑のままで結構止まってました。どうでしょう、お願いします。まあ、回答者なし、115枚復活はないですね。なかなかね、覚醒入れるのが難しいんですよ。そうか、まあでも115枚都市1000円でゲットできてるんで大丈夫です。プラス、ん、ああ、お、後ろに、お、赤くなった、もしかしたらゾーンでいける、うん、えい、うそうそうそう、こっからの場内ゾーンステージ入ります。いや、赤字だったしな、あってほしいよね。さあ、黄色きました。あ、桃にがもう来た、大丈夫大丈夫、やっぱり当たってるはず。さあ、発展します、合戦、裏合戦です。お、そしてここで引いちゃうっていうね、あ、チャンス、オッケー、いや、さすがに復活、よし、よかった、はい、134ゲームです。よかった、ゾーンでいけました。2000円追加して、違う、1000円追加して総投資2000円です。とりあえずね、ビッグだったら100枚はだいたい戻ってくるから。おっと、やだよ、パーでした、レギュラーボーナスです。
ここでまあ学生行ったらいいけど、なかなかねむずいですよね。レア役レア役、うん、赤だ。高設定で食べてやすいやつですけど、いやーレギュラーか。どうしよう。むやみやたらに追っかけても、どうしよう。あ、いた。いや、違う呪音じゃないです。でも呪音は私あの後もう一回あの乾燥しましたからちょっと信頼の物語シリーズセカンドシーズン打ちたいな。ちょうど今来ました。新しいしね。ちょっとでもどうなの、わからないから怖いけど大丈夫だと思いたい。いっちゃいますか。いっちゃいます。はい、よし、はい、思い切って寝台確保しました。あー、どうしよう。これででも結構怪我する可能性もありわかんないですけど、今持ちコインが50枚ないくらいですね。30枚ぐらいかな。30枚もないか。ではでは、ゲームでやめてますね。発情時は普通にバー狙いで大丈夫だと思います。あ、もののぎちゃんになってる。キャラクターを変えたい。ちゃんも嫌いじゃないけど、迷いちゃん、はい、勝てる気がしてきたよし。いや、元の化け物語初代大好きだったんで、マジで。都会図柄が貝文字が出てるけど、まあ、投資は本当ここから1万ぐらいですか、行ってもかなと考えてます。ここが右に行けば行くほど結びの儀の成功期待度が上がっていくというようなものだったと思います。あ、信号。じゃあ結びの木に入るかどうかの期待とか。黄色、移動か。上に1個上がりましたね。信号が黄色、移動上がりました。うん、上まで行きましたけどね。でも右に行かないと、あー、お、横に移動した。緑チェリー、チェリーの場合は貝図柄狙って、それで強チェリー。いい感じに移動してませんっていうか、なんだ、スイカかな。スイカも来てる。何でもしている。いけると思っちゃうんだけど。お、3。お、狙ってください。これは、はいはいはい、貝図柄、おお、2個。
しよしよしよし。よし、行くぞ、ハツジ。オッケー。無事に結びの儀に入りました。よし、順調、極めて順調です。駅に入れるまで結構壁がいっぱいあるんですよね。ただ選択ヒロインの結びの儀だとちょっとチャンスアップみたいなんで、まあ、それも前作と似たような感じですけど、まあ、前作の怪獣の儀みたいなやつだと思えばいいと思います。15ゲーム間、この、狙ってくださいで、怪獣柄、あー、とりあえず1個止まってる緑になりました。いいじゃない、いいじゃない。よしよし、バカ、いける、当たる気がする。頼む頼む頼む、おお、揃ってほしい、もう揃わないけどレインボーにもならない。逆にレインボーにならないとなんか当たってないのかなって思っちゃうよ。はい、はい、一応突入します。でちょっとチャンスアップがあるのか。あー、うわー、そうだよ、うわー、チャンスだったのに。もう分かってないけど、多分絶対チャンスだったのに。うわー、私は当てることができるのか、大丈夫かな。でも今1000円でここまで行ってたんで、まあその前に持ってたとしても、あー、これはこのまま行っちゃうのか。まあでも全然一番左端だったので、これは結びの儀にすら入らない可能性が高いです。はい、1万円追加します。よいしょ、今日全部で1万投資、まあ、4000円ですね。おう、よし、たやすい、オッケー。さあ、結びの儀、なでこう。ね、セカンドシーズンは配置がね、戦国なでこのとこ行くんだもんね。よし、今度こそ決めます。初めの位置で、お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 、サバネル消えました。あれ、ビュービュー、絶対止まるけどさ、あなたくんのもありましたもんね。絶対どこか止まるけど、行きます。
有利区間開始から200ゲームか500ゲーム消化時の周期で歌舞伎物語、さっきの結びの儀をクリアした後の段階に入るっぽいので、まあ、あと100ゲームちょっとで天井です。ただその歌舞伎物語を過ぎてキスショットバトルに勝たないとダメなんですよね。キョチェリーお願いお願い、おーし、よし行くぞ、発進。さあ結びの儀、またまひょちゃんなんで選択ヒロインです。なんで、あ、これは絶対にどっかは止まるやつ。揃っちゃえ、揃わない、左狙いたい、狙ってください、狙わせてください。ダメだ、緑なんですよ。さあ行きます。お、いいね、チャンスアップですね。多分もう一回金を、これは階層と同じような感じだと思うので、さすがに勝ったか。よしよしよし、結びの儀クリアしました。435ゲームです。まあまあハマった。投資が総投資1万円ですね、ちょうど後半で。よし、さあ鬼物語クリアということで、まよいちゃんの結びの儀クリアしました。でここから、歌舞伎物語ですねに行きます。でここからキスショットバトルにその後行くので、この歌舞伎物語でキスショットバトルの成功率ですね、勝率を上げていきます。八役とかをなるべく引きたい。うん、これもいいのか。チャンス。でこのプッシュのね、弾を多分貯めていくんですけど、弾が色が変わっていくのかな。あー何もいけない。お、なんかレア役、スイカかな、スイカ。なんもないんだね、狙うがよい。緑になりましたね、魔王を通り越して緑。おお、引く引く、頼む。おお、キョウチェリー、キョウチェリー、はい。さあクライマックスバトル、キスショットバトルですね、入りました。さっきの多分教授もさすがになんか加算はされてると思うんですけど、とりあえず緑の玉の色でございます。上に赤虹とありますね。
の停止の停止型で勝率が変わるらしい。うん。あらの？まだじゃ。真ん中の一番低いです。これが今のが歌舞伎チャレンジですね。そう。いやーでもなー、結構いろいろ引いたし勝ってほしい。欲しい。53%か。弱い。弱いのか？わかんない。弱そうな気がする。あー。でしょうか。おお、後期後期後期。お願い。ませんでした。53%だもんね。一回ちょっとハッピータイム入れたいですわ。ちょっとすいません、お付き合い願います。うん、納得できない。ああ、嘘。わあ、首の日は私だ。返してもらうぞ。マイク。ああ、無理。もう485ゲーム。さあ、結びの儀入りました。で、500の天井が多分来ると思うんですけど、天井の時も結びの儀をちゃんと経由して当選するらしいので、おそらくこれで当たってくれるんじゃないかなと思います。あれ、ボタン出ない。あ、大丈夫だ。はい、509ゲームですね。投資がですね、総投資19,000円になります。さっきと同じまよちゃんの、ところでクリアしていきます。玉の色は白のままです。勝てんのかな、不安しかないや。ちょっとはいいですね。まあ、ただちょっとこれが白いんですよね。変わらないな、さっきより低い。やばい。
43%。 本当？お、最初からこう。いやちょっとなんかやだ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 。仕方あるまい。もはや食らってやる。わしも本物のはずじゃ。お願い。いやおせい。弱そう。うわ。すごく心苦しいんですけど、ここで実戦終了としたいと思います。勝ちたかった。あーくそー、実戦終了です。お疲れ様でした。今日はですね、後半はカフグフォーグで、隣の寝台の物語シリーズセカンドシーズン書きましたので、そちらを実践いたしました。本日の結果ですね、投資が、後半は、19,000円の、回収ゼロでございます、はい、ということで950枚マイナスです。うん、寝台という罠にやられた。キスショットバトル勝ちたかったんですよ。そんな別に投資がすごいってるわけじゃないんですけど、やっぱあそこを超えられないとね、どうしようもないですもんね。やられた。いやー、もうちょっとやっぱ冷静に、もっと天下風部でまあ頑張ってても、もしかしたら覚醒入らなかったかもしれないけど、なんかもっとやるようがもしかしたらあったかもしれないというか、ボーナスタイプとかなんならジャグラーでもよかったんじゃないか感はちょっとあります。でも行きたかったんだもん、打ちたかったんですもん、信頼すいません、はい。ということでですね、マイナスに、トータルマイナスで終了と、全8回終了となってしまいましたので、いやでも言い訳でも今マイナスなんで、これをなんか取り返そうみたいな、取り返したいくないですか。取り返したいです私は、はいね、あってもいいと思うんだけどな。もうちょっと頑張らせてください。もうどんな無茶ぶりでも受けるんで。それちょっと言い過ぎた、ごめんなさい、嘘です。そう、はい、程よいやつだったら、何でも挑戦していこうっていう気持ちはあるので、またリベンジする機会を作っていただけるなら頑張りたいと思いますので、また次回ですね、皆さんとどこかでお会いできると信じて、本日は終了したいと思います。8回ですね、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。